はい、皆さんこんにちは、盆栽推奨員の松江です。今回は、うちの方で管理した、盆栽が耐寒天賞を受賞されましたので、こちらの方の盆栽を紹介させていただきたいと思います。樹種は赤松ですね。で、赤松なんですけれども、今秋の風情でこのように松ぼっくりが開いているものと閉じているものと、こういうふうにこうポロポロとこうついてますね。またこれがまあ赤松らしさを余計に引き立てているんですけども、この赤松の特徴としましては、この幹を見ていただければ分かるんですけども、あまりこうそんなにこう動きはね、非常に静かな感じのこう樹形なんですけども、よくよく見ていただきますと、このまっすぐの幹の中でも非常にこう年々こう長い年月の間にやはりこう少しずつ少しずつ曲がってるんですよね。でそれがまたすごくこうパッと見た時に非常にシンプルな形なんですけど、幹の動きがかなりこう少しずついびつにこう歪みながら年月が経ってるというふうな、この樹形に対してこの枝も流線形の形でこの左の方へスーッと流れたこの樹形にですね、この流線形の形であまりこう逆らわずに自然感があるような樹形に、まとめてあります。はい、今回はこのような形の赤松ですね。軸の方は、ちょっとこう月に、狩りが飛んでいくというふうな感じのもので、少しこう静寂を合わせ持ったような石飾りになっております。はい、以上です。ありがとうございます。